SCP とは異常な場所、存在、物品、現象のことである。そんな異常な奴らから世界を守るためにそいつらを確保、収容、保護している団体のことを SCP 財団という。この動画シリーズはそんな SCP が存在する世界でサバイバルを知るシリーズである。誰だ？ゴトゴータンです。こんにちは。今回 SCP 作ります。今回作るのは、リクエストがあった SCP である SCP-005 です。これがレシピです。やります。まず、まつの木と、骨、レベル3と1と2で、できた !SCP-005! こいつあとガッチャンします。ガッチャンできた ステルトンキー?ここに立てましょう。前回建てた場所です。ちょっと邪魔なんで一旦壊しますね。はい。うん、完璧。ポン。あら、まあ、ちっちゃい、こじんまりとした家ね。じゃあ中に入りますわ。SCP-005 オブジェクトクラスはセーフだそうです。あれ、待って、ここ。なんで鍵がないの？キーカードの場所がないと僕入れねえじゃん。これか。じゃあ中に入ろう。多分相当危険じゃないな。こんなに厳重。あー、こういうタイプね。ステルトンキーってことは骨鍵ってことは予想しようか。多分、人の体に突き刺したら、相手の胸骨とかがグワーって開いてるとか、そういう感じかな。SCP-005、合鍵っていう SCP らしい。簡単だよ。本当に合鍵なんだって。機械式やデジタル式に問わず、どんな鍵も当ててくれるらしい。でも、そのドアのやつの鍵穴とかを偽装したりとかしたら、この人は、合ってる?あれ?っていう風に、若干、ちょっとだけ時間かかるっぽいよ。でも、なんか、説明書と違って、デジタル式のこのキーカードが開かねえんだけど、なんなんこれ。SCP-005 って、な、万能な鍵じゃないんすか?なんで開かん。ああ、直接ドアをクリックするのか。じゃあこれを使えばどんな強固な頑丈な扉だろうと、扉を直接右クリックしてしまうだけで簡単に開けることができると。なんかデメリットがあるのかなって思ったけど、どうやらないみたい。本当にただの便利グッズだ。あ、そうそう。僕、ここ収容所ね、家にした。家つうか建物っぽくした。これで結構見た目良くなったっしょ。こんな感じにしてみた。そうだね。やっぱこの白いやついらなかったかな。一旦白いやつ取ってみる?一旦壊して、で、どんな感じな見た目になるのかを、一旦ちょっと試してみようか。うわわわ。かっこいい。じゃあ、やっぱこの白いやついらないのかもしんないな。このやつは一旦全部撤去しますわ。とりあえずこんなもんかな。全部床をすべて取っ払った。こんな感じ。地下のマル秘施設みたいな感じがして結構ワクワクするのではないでしょうか。てか、合鍵を使って開けた扉ってさ、全然閉じないんだね。ああ、なるほど。一旦キーカードでクリックして、こうやって開けた場合は、こうやって開いた後に数秒経った後、閉じる。でもこの合鍵を使って扉を開けた場合は、このまま。もう一生このまま。ちょっとめんどくせえな。とりあえず SCP-005 こと合鍵を中に入れてみましょうか。SCP-005、オブジェクトクラスはセーフの合鍵さんでした。じゃあ中に入ろうか。この中に、ガチョン、ガチョン、で、ガション。いいね。で、前回さ、ちょっと壊しちゃった SCP-895、カメラディセプション。これ名前違うんですよね、実は。これが正式な名前。SCP-895、カメラディスラプションっていう。あと、前回この中に入れた時はさ、モブとして入れちゃったじゃん。で、モブとして入れたらさ、壊れちゃったりするわけよ。弓とか使ったらさ。だから一旦瓶の中に閉じ込めて、で、このようにして置いてみる。まず、クワを使って巨大化させる。こんなもんかな。で、ピッケルを使って、ガラスの瓶の部分を消す。これで、ちゃんとブロックっぽくなった。完璧。こういうね、収容がめんどくさいやつは無理やりこうやって固めていくからよろしく。じゃあ次の SCP 行こう。作ります。SCP を作ります。まず、僕が作りたいのは、SCP-457、溶岩、石炭トークンってやつでできるやつ。で、その溶岩ってやつが、僕今ないのよ、手持ちに。チェストの中いっぱい探してもないから、一旦ちょっと自販機に取りに行くわ。SCP-294、コーヒー自動販売機だ。なんか、キーボードに液体入力したら、たくさん出るやつだな。インク?
インクとかあったっけ？なんかもっといろいろ追加したからさ、なんかインクっていうやつがあってさ、これなんかの SCP だったような気がするんだよな。なんだっけ？とりあえず溶岩を4つ手に入れたので、SCP-457 ってやつを作るためのレシピはすべて整った。で、インクっていうアイテムが一体何なのかよくわからんのだけれども、わかんないっていうのは建前であって、実際はあれめっちゃ危険な SCP らしいんだよね。だから僕はあんなの家の中で召喚したりはしないよ。僕めっちゃ頭いいからね。パート40とかに紹介しちゃおっかな。僕は絶対にあんなの出さないからな。僕はあんなの出さないからな。バーカ。他の SCP 実況者と違って僕には知識があるからな。バーカ。あんな SCP 家の中とか外で出すようなじゃねえからな、バーカ。むちゃくちゃになってワールド崩壊とかっていうオチには期待しないでくれたまえ。さて、なんだっけ ?SCP-45 なんたらっけ、なんか、影薄くなっちゃったな。インクのせいで。SCP-457! ガッチン。じゃ、こいつ出そっかな。ほい。熱い。ふぅ。待って。やめろ！オウムやめろ。座れ。やめろ、危ねえな。うちには動物さんがいんだぞ。SCP-457 ってやつは、燃え盛る男っていう SCP らしいよ。どういうのかっていうと、炎ですね。感覚のある炎らしい。で、こいつは、本当普通にやったら見えないらしいんだけど、燃料とかを投下してあげたら、人型になるらしい。基本的な形状はマッチ程度の炎。で、こいつは炎の勢いとね、強さによって、知性がだんだん高くなるらしい。人型ぐらいの大きさになったら、人間と同じようにコミュニケーションを取ることができる。ある程度の大きさになった時には分裂をしてお互いを消そうとするらしい。めっちゃうまくまとめた。熱っ。ああもうお前やめろ。熱っ。バカやめろ。何やってんだよ。こんなとこ行ったら危ないだろ。燃えたらどうすんだ。かわいそうに。SCP-457 燃え盛る男。オブジェクトクラスはユークリッド。ちなみに僕、こいつの収容所を開けたら、残りの収容所が一つになるわけで。だから次回から SCP を収容するための扉とかをまた一から作り直さないとなーって思い始めたわけで。で、こいつは歩くところめっちゃ炎出すからすごい鬱陶しいな。エフェクトも出すし若干重いんじゃないか？まあいいや、SCP-457 でした。知性のある炎ですね。クリエイティブでしか出せない SCP を紹介するよ。前回のコメント欄にて紹介してほしいってのがたくさんあったんだ。 SCP-073。 じゃあ早速紹介しろ。こいつの名前はカインだよ。カイン、アベルってやつ前回紹介したじゃん。あれと対になる存在なのかな。よう分からんけど、こいつの説明をすると、こいつはなんか脊髄と四肢の一部とかがなんか未知の金属でできてるらしいよ。で、こいつ自体はすごい心優しい男の子。男、青年かな。で、口調とかも優しいんだけど、どこか機械的だったりする。こいつに対しての攻撃は全部反射してくる。僕がこいつに対して攻撃したら、僕にそいつに与えたダメージが全部跳ね返ってくるっていう、そういう性質がある。さらにこいつが歩いた土地は、草とかが永遠に生えない無毛土地になってしまう。し、植物とか、紙とかをこいつが触れたり、こいつの近くにあったら、全部腐って消滅しちゃう。そんな、かわいそうな SCP。中身はすごく優しいんだって。だから、財団とかによく勤務してるとか、なんとか。なんだってこいつ、名前。六本木に住んでるさ、三カ月。それ、ケインだ。昔やってたさ、TikTok あったじゃん。短い6秒ぐらいの動画の面白動画みたいな。それ、バインだ。やっほー。カイン。やっほー。おい。な、普通にダメージ与える。あっつ！あ、なるほど。こいつに与えたダメージは、僕に対して反射するらしいんだけど、こいつ自身にも痛みは感じるらしいよ。あっつ！あ、じゃあ、ケインとアベル、やるか。ほい。戦え。頑張れ、ケイン。ケインで、カイン。カイン、頑張れ。お前、頑張り。なんで一方的なんだよ。おい、なんか、やれよ。ほら。相手に攻撃、跳ね返すんじゃねえのか？おい。ほら、ケインだぞ。カインか。カインだぞ。ほら。戦えよ、アベル。アベル？違う。アベルか。こっちがアベルで、こっちがケインだ。じゃあ、ケインじゃん、カインだ。お前、戦え！何やってんだ、お前！あー、ダメだな。勝負になんね。こいつ、普通にただの青年なのかな？なんか、全身タトゥーとか掘られてるとかなんだとか言うけどさ。旧約聖書とかによると、アベルと
ケカインはアダムとイブの息子らしい。で、人類が最初に起こした殺人事件らしいよ。どうやらあのめちゃめちゃ凶暴であるアベルが加害者なのではなく、こっち側のめっちゃ優しいケイン、カインが加害者らしい。このカインがアベルのことをぶっ殺したらしいよ。それが人類で初めての殺人事件らしい。うん、なんか SCP のこいつらとは全く似ても似つかないような事件だな。逆じゃねえのか？こっちの方が凶暴そうだぞ。まあいいや。以上、チャンネル登録ご了承。ああ、諸説ある。知らん。諸説あるのかもわかんない。でも、ウィキ見た。僕のせいじゃない。ウィキペディア見た。よし。